岡山、香川でも危険な暑さとなりました。午後2時の JR 岡山駅前です。強い日差しが照りつけています。現在手元の温度計の表示は35度を超えています。立っているだけで汗がにじんでくるような暑さです。今日の最高気温は岡山市で 37.1 度、真庭市久世で 37.2 度、高松市で 36.9 度と、岡山県では12の地点、香川県では4つの地点で今年最高を記録しました。明日も危険な暑さが予想されていて、気象庁は岡山、香川両県に熱中症警戒アラートを発表。昨日の中国地方の梅雨明けも早々に、夏のピーク時同様の熱中症への注意が必要です。